自動車レースの F1、中国グランプリ、GP、決勝が21日に開催され、予選 RB の角田裕樹が無念の途中リタイアとなった。予選19番手だった角田は13番手まで順位を上げた27周目のコーナーで減速した際、後続に追突された。マシンが破損し、そのままリタイア。角田にとっては不運としか言いようがない結末になった。